えボリス、もうすぐミッフィーのお誕生日ね。プレゼントは何がいいかしら。春になると鳥のヒナが生まれるよね。ミッフィーはそれを楽しみにしているんだ。毎日ヒナが見られるように小鳥の家を送ったらどうかな。それはいいわ、ポリス。小鳥のお母さんも喜ぶ家を作りましょう。ミッフィーのお家をそのまま小さくしたらどう？小鳥にぴったりの大きさにして、ミッフィーのお家の絵を見ながら作ろう。ボリスは木の板を選びました。壁の板、床の板、しっかりした2枚の板は屋根に。最初にきちんと組み立てられるように壁や屋根の絵を描きました。それから大きさを測って、鉛筆で印をつけます。板をしっかり留めて、印をつけたところをノコギリで組み立てた板を金槌で留めたら、小鳥の家の出来上がり。小さな穴を開けて入り口も作らなくちゃ。小鳥のお母さんが出入りできるようにね。お母さんはヒナに餌をあげたりしなくちゃならないんだ。次はバーバラがペンキを塗る番だよ。綺麗な色のペンキがいっぱい。ミッフィーのお家そっくりに出来上がりました。今日はミッフィーのお誕生日。ボリスとバーバラはミッフィーのお家の庭に小鳥の家を建てました。お誕生日おめでとう、ミッフィー。プレゼントだよ。外に出てみて。ミッフィーは小鳥の家に大喜び。私のお家そっくり。でも一つだけ違うのは、ドアの代わりに小さな穴が開いているところね。鳥の家のドアだよ。ミッフィーは入れないけどね。みんな笑い出しました。素敵なお友達がいてよかった。私も嬉しいけど、小鳥さんのお母さんはもっと嬉しいと思うわ。みんなが幸せよ。しっかり止めて、印をつけたところをノコギリで組み立てた板を金槌で留めたら、小鳥の家の出来上がり。小さな穴を開けて入り口も作らなくちゃ。小鳥のお母さんが出入りできるようにね。お母さんの絵を見ながら作ろう。
ボリスは木の板を選びました。壁の板、床の板、しっかりした2枚の板は屋根に。最初にきちんと組み立てられるように壁や屋根の絵を描きました。それから大きさを測って鉛筆で印をつけます。板を、ねえボリス、もうすぐミッフィーのお誕生日ね。プレゼントは何がいいかしら。春になると鳥のひなが生まれるよね。ミッフィーはそれを楽しみにしているんだ。毎日ひなが見られるように小鳥の家を送ったらどうかな。それはいいわ、ポリス。小鳥のお母さんも喜ぶ家を作りましょう。ミッフィーのお家をそのまま小さくしたらどう。小鳥にぴったりの大きさにして、ミッフィーのお家の絵はヒナに餌をあげたりしなくちゃならないんだ。次はバーバラがペンキを塗る番だよ。綺麗な色のペンキがいっぱい。ミッフィーのお家そっくりに出来上がりました。今日はミッフィーのお誕生日。